で最近クラウドの評価がまた落ち目になってるような気がする。そんな気のせいかな。名前は出さないけどクラウドはあんまり強くないんじゃないかっていう話をなんか結構聞くようになってきた最近。スパーゴ強いだけじゃねっていう人が増えてきた。実際どうなのか、まあ、スパーゴが強すぎる説はまあまああるとは思うけど、まあ僕はそんな関係なくクラウドは使うんですよね。一番おもろいから。やっぱ時間が経つと評価っていろいろ変わってくるよね。そういうのが面白いんだけど、弱くはないけど環境に合ってなさすぎる感じがしちゃう。まあ壊しキャラではないからね。今は結構火力時代だからワンタッチの火力がどれだけ取れるかみたいな環境ではあるから、まあ、それは確かに可能性はちょっとはありそう。今セフィロス使えてクラウド使ったら強すぎって思いました。あれセフィロスさん、いやセフィロスさんだって難しすぎるだけかもしれないよ。いやクラウドも多分そっち方そっちだとは思うけどね。まあ立ち回りキャラが多分全員そうだと思うけど、今難しすぎる。なんかパワーはあるけど難しすぎて結果が出てないだけだと思うけどね。重量級にもあっさり逆転されし、それもなります。私が下手なんですが、なんかそういう思考になりがちっすよね。立ち回り強いキャラ使ってると自分がただ下手なだけなんだなって思っちゃうよね。セフィロスが弱いわけじゃないんですよ、自分が下手なだけみんなその考えに陥っちゃってる。参戦ムービー見るたびセフィロス使いたくなる。いや僕は参戦ムービーを見なくてもずっと使いたいですけどね。ムービーを見ることでより使いたくなるけどね。ホンです、こんにちは。ドンキークッパがこんなに気づいと感じたことない。でもドンキーコングでもドンキークッパって結構強くない？クラウドじゃなくてもどうなんだろう。まあキャラによるか、相性ゲーだからな。まあクラウド使ってると結構やっぱ脅威に感じるかな。でかいキャラって自分が弱いだけって思いすぎると強い、すごい疲れちゃうから積極的にキャラのせいにしてます。まあキャラのせいにしていいと思うよ。全然自衛よね、自衛。そういうのも大事だと思う、角じゃなければ。中堅くらいのキャラに弱いって言うと値段に聞こえなくて思える。なんか最近なんか豆スパもさ、豆スパが言ってたことを、豆スパってあれあのドグラのチャンネルの編集のね、何々のキャラが強すぎるとか何々のキャラが弱すぎるっていうことに対して政治ってなんかめちゃくちゃ言われるようになって、たとえ事実でもそれが言われるようになってなんだかなみたいな、発言キャラに対する発言が全部政治で思われてるのがなんかなっていうのを言っとったけど、そっか、スト6もまあそんな感じなのかなっていうのは思ったな。まあ新しいゲームでね、多分新規とか人口が多いからやっぱそうなるんだろうけど、スマブラとなんか近しいものを感じるよな。ポータの元素しきつくない。ジョーカーの元素しはアップで前は強かった、あのきつかった、ゲロきつかった、もう泣きながら復帰してたもん、ジョーカーのガンが強かった時。今はそうでもないかな、まあ、めんどくさいけど別になんか復帰できることの方が多いと思う。今ってジョーカーのガンってこうなんですよね、下ガンってこうなんですよ、こうなんですけど昔の下ガンってこうなんですよね。なぜか3方向に弾が飛んでくるっていうね、意味わかんないよね。もうこの左右のこの斜めに飛んでくる弾がもうマジで避けれへんくって、あれがあった時は復帰だいぶきつかったけど、まあ、今はそうでもないかな。メンメンよりキンクルの方がきついんですけど俺だけですか。ああ、いやまあ実際多分キンクルの方がきついことはないと思うけど、でも君の言いたいことはわかる、キンクルがきついっていうの、あ君が言いたいことは、うん、手に取るようにわかる。実際そんなことないとは思うけど気持ちはわかるってやつ。これもクラウドのメインだけど、キンクルをヒットにいろんな重力がきつい。まあ多分最初に壁になるよね、クラウド使ってると重量級って。
なんかあんまビビらなければ結構なんとかなることがあったりする。クラウド対重量級ってなんかビビったらビビった分だけ勝てなくなるね。ピンクルに DA ドーンって食らって崖でドーンってクエヌ置かれて終わる。自分もキンクルクルーに勝てません。でも赤澤さんでも杖持ってばなんとかなりません？パワーで押されるとき押されそうだけど、そういう話じゃないか。クラウドでって話。赤澤さんが勝てないんだったらじゃあ僕も無理ですね。やっぱ無理です。じゃあ日本人なんで周りに流されていきます。僕も杖持っても負けます。あ、じゃあキンクルが最強ってことで剣持っても勝てない、杖持っても勝てないっていうことはもうキンクルが最強。みんな安心しろ、キンクルがただ強いだけだ。重量級に困ってる、勝てない、なんて自分は弱いんだって自虐的になっちゃう。みんな安心するんだ、みんな勝てないんだワニにみんなワニに勝てないから自分だけじゃないって思って安心してこれからも負けるんだ。あ、マサさんお疲れ様です。クラウドはトップ70トップ70言うてる人いたね、焼肉で。誰やろな、クラウドはトップ70 60だっけ70だっけ言ってる人いたな。スマバトで2位だった気がするな。低すぎひん、スティーブに有利と言われてるキャラがトップ70って。真意は分からんけど、冗談なのかもしんないけど、さすがに60、70は冗談やと思うけど、でもちょっとなんか評価は落ちてるんちゃうかなっては思うね。相手でもトップ20以上はあると思う。20、30ぐらいが多分多いね。多分20、30って言って思ってる人がほとんどだと思う。10はないんちゃうかな。スマバトの打ち上げめちゃくちゃ面白かったんすよ。関西若い子多いからさ、高校生がめちゃくちゃ多かったかな。黒ポン酢、唐揚げ、赤キクス、フック、アコーラ、白雪、マサ、スノー、ドラミギあたりとめっちゃ喋ってた。お酒飲まない組でめっちゃ喋ってた。お帰り、ただいま。なんでアリスさんいる時に写真撮らなかったんですか。いや違うんすよ、アリスくんとも写真撮りたかったんやけど、いやあれ写真撮ったのさ、打ち上げも終わってで、あの帰りみんなで一緒に帰ってたんですけど、一緒に帰ってる時に帰り道が一緒やったんですよ。あのドラミーくんとアコーラくんと帰り道一緒やってん。で3人で喋りながら帰って、でまあ別れる時に、まあ、せっかくやしなんか結構珍しいスリーショットやから写真撮ろうって思って、で写真撮ったらさ、あのドラミーくんもアコーラくんもすごい喜んでくれて、すごいおじさん嬉しくてツイッターにアップしちゃったんです。そしたらアリスくんがなんで撮ってくれなかった、僕と撮ってくれなかったんですかって言って、すいませんってほんますまんって。